中立論、私たち親会のですね、推進力となったことは間違いないというふうに、本当に思います。これからもその力添えをですね、新たなスローガンのもとをぜひ、頑張っていただきたいというふうに思います。そして、新しくまた仕事になられました山城支部長官、執行委員さん、本当に、こういうコロナ禍のもとのバトンタッチということは本当に大変な、時期だと思っております。しかしながら、先ほど、白瀬総幹事からもですね、ありました通り、本当にみんなが努力しながらですね、やっていくということがですね、それぞれ事業が、それぞれ家業がしっかりとやっていくということもですね、大事なところで、それはもう、皆さん部長職にあられている、そして、代表者の皆さん方というのは、すべて感じておられるものだと思います。ぜひ、支部会員の皆さん方、ともにですね、中部は一つというタイトルのごとくですね、頑張っていただきたいというふうに思います。そして、商工会、その総合であるごとくですね、皆さんがこのインパクスという文字のごとくですね、推進力となって、ぜひ、地域の商工事業者の支えとなり、それから次世代のリーダーとして、本当に頑張っていただきたいというふうに思います。こういうコロナ禍のもと、本当に、商工会、会員事業所も苦しい中、頑張っている事業所が多々あると思います。このスローガンのごとく、本当に楽しさと力強さと、そして夢のあるこのスローガンの意味をしっかり300名余りの会員の皆さん方、青年部員の皆さん方にですね、各部長の皆さん方はお伝えいただいて、これからの未来に向かってのですね、青年部活動に安全にですね、尽くしていただきたいというふうに思います。それが翻ってそれぞれの皆さん方、会員の皆さん方、部員の皆さん方の力となり、これからの夢の希望になるというふうに思います。